悩んでるの。どうする？邪魔するぞ、エドガー。これはこれは、麗しき海のヴィーナスよ。その虫ずが走る挨拶やめてくれないか。ああ、すまない。溢れ出る美しさについ。ああ、もういい。ところで、例のマシンのことは分かったの？まあまあ、勇ましいのも悪くないが、美女が危険に首を突っ込むのはいただけないな。あいつには船と仲間を傷つけられたんだ。陸にさえ逃げなければ俺が何とかするのに。やつはどうやら陸海空と神出鬼没で、しかも場所によっては変形して暴れるらしい。海の上だけでなく陸でも叩かないと倒せないぞ。あ、この砂漠に手を出したからには二度とファリスの海へは帰せないぞ。あとは頼もしいな。自分の手で葬りされないのは残念だが、ここはエドガーに任せるよ。その代わり俺が無事に帰ってきたら、その時は。じゃあ用件は済んだから、これで失礼する。万が一奴を逃がしたら、その時は俺が仇を取ってやるよ。ここは今は砂漠の目と呼ばれている。もともとフィガロ城があった場所だ。この近辺やビッグブリッジでは他では見たこともないミラージュがごく稀に目撃されるんだ。見たこともない。ああ、古代図書館の記録にもどんな伝説にもないミラージュさ。そして一説ではこの場所は異世界と通じているなどと言われている。異世界と通じているとどうなるの？それはもしここから現れたのなら戻ってくると思ったが。ビビ下がれ。うわ当たりだったな。伝説級の感じマジでビンビンなんだけど。こいつらが現れてる元の世界って一体どうなってるの？いつかそっちも調べないとまずいかもね。まあまあの相手だったな。すごく強いミラージュだったよ。あんなすごいのがもっとここにやってくるの？どうだろうな。ま、俺は世界中の美女が頼ってくるなら、強敵が次々に現れるのは大歓迎だが。僕はちょっと怖いよ。ビービー、そんなことじゃ女の子にモテないぞ。しかしあのミラージュ、ただ暴れるだけが目的という感じではなかった。海に行ったのもおそらく様子見といったところか。
まあ今後どんな奴が来ようが、フィガロと世界中の美女は俺が守るけどな。俺がいるからユーナは心配いらないっすよ。ビスマルクとかっていうミラージュは俺が倒すから。あの、ありがとう。でも私も一緒に戦うから、一人で気負わないでくださいね。了解っす。でもさ、俺たち何かと縁があるよな。運命の赤い糸ってやつだったりして。もうティーダさん何言ってるんですか。私たちは強力なミラージュを倒しに来たんですよ。ごめんごめん、冗談だって。強い敵だからこそリラックスが必要かなって。んじゃ、いざ出陣っす。キスティスさんのお話だとビスマルクはこの辺りにいるようですけれど。そういえばビスマルクって白き悪魔とか言われてるって聞いたけど、悪魔と白ってあんまりイメージ合わないよな。ほら、白きユーナと黒きユーナだったら、黒きユーナが悪で白きユーナが正義っぽくない？ティーダさん、そんなこと言ってる場合じゃないです。それより万が一の時のことを決めておきましょう。もしもビスマルクに勝てない時は私のバルファーレで陽動しますから。あのさ、ユーナ、今から勝てない時の話すんのやめない？負けてからでは遅いじゃないですか。でも安心してください、私が召喚師として必ず守ります。だからさ、ユーナ、そんなキリッとかっこよく守るって女の子に言われる男の気持ちがわかる？男心ってやつがさ。え？男心ですか？いえ、今はそんなこと言ってる場合じゃ。召喚したるもの、人々の助けとなるものだろ。男心を理解せずしてみんなを助けることができるかどうか。確かに。つまりティーダさんが言いたいのは、人の心を理解するということですね。そうそう、男心とはそう簡単に理解できるもんじゃないが、ま、要点をかいつまんで説明しよう。つまりはモテたいってこと。もうやっぱりふざけてるんじゃないですか。だってユーナが真面目に受け取るから面白くなっちゃって。なんだか私まで力が抜けてきました。そうだよ、それでいいんだって。どんな旅も戦いもできるだけ楽しく行きたいじゃないですか。ねえねえ、これ見てみて、ユーナはできる？すごい、綺麗に音が出るものなんですね。あ、それちょうどいいです。え？はぐれてしまった時や何かあった時の合図にしましょう。私、助けに行きますから。ほんと、ユーナは自分が誰かを助けることばっかり考えてるんだな。でも、ユーナは吹けるの？私は吹かないですから。助けを求めたりしません。なんでだよ、召喚師だってユーナだって困った時は助けを求めていいんだよ。でももうティータさんには十分助けてもらいましたから。何度でも助けるって、回数制限とかなしっす。君って本当に。あ、来たっすよ。げ、水
スも一緒に来ちまったぞ。そういう結界を持ってるミラージュみたいね。水の中の薬、中まで引きずり込まれた時のために用意しておいてね。はい、ママです。
トルだったな。これくらいならね。なんとか勝てたね。あれ、ティーダさん、まさか戦闘の時に。ティーダさん、指笛吹いたらいつもみたいに笑って出てきてくれるの？やっぱりうまくできないよ、ティーダ。いてとどめの一発でだいぶ吹っ飛ばされちゃったっす。ユナ、大丈夫っすか？怪我は？もう心配したっすよ。私は平気っす。よかったっす。じゃ、戻るとすっか。うん、戻ろう。とても強力なミラージュの出現情報が入ったわ。あなたたち二人にお願いするわね。近くにティナも行っているから、用が片付いたらあなたたちの応援に向かうよう言っておくわ。分かった。だがティナが来る前には終わらせる。どちらが先にミラージュを倒すか勝負にするか、クラウド。興味ないね。村があるぞ。ミラージュの目撃情報がないか話を聞こう。おい、この辺りで普通とは違うミラージュを見なかったか？見たどころではありませんよ。あれは本当に怖かった。あのミラージュに襲われた時はこの村も終わりかと思いましたよ。その割に被害は少ないみたいだな。ミラージュはどうした？突然現れた銀髪の剣士が追い払ってくれたんです。長い刀を使う姿はそれはもう美しくて。銀髪の剣士。おい、そいつはどこに行った？クラウド、私たちが知りたいのは剣士ではなくミラージュの居場所だ。ミラージュは山の方に逃げ込みましたよ。剣士さんとは逆方向です。わかった、ありがとう。クラウド。悪いが、俺はあの男を追う。ミラージュは頼んだ。何？おい、どういうつもりだ？クラウド！銀髪の剣士？ようやく手に入れたあいつの手がかり。必ず、俺は。クラウド！どうしてこんなところにいるの？ティナ。そうか、あんたも近くで任務中だったな。俺は急用ができた。あんたは早くライトニングを手伝いに行ってやってくれ。急用って？強いミラージュと戦わなきゃならないのにライトニングを一人で行かせたの？俺にはずっと探している男がいる。ようやく手がかりをつかんだんだ。この機会を逃すつもりはない。なんだかクラウド怖いよ。その探してる人ってクラウドにとって何なの？俺の大切な人を奪ったんだ。だから見つけ出して復讐するの？大切な人を奪われた怒りをぶつけるの？大
誰かを大切に思う心、愛するということを憎しみに変えて今の仲間を見捨てるなんておかしいよ。今のクラウドにとって大切なものは何？憎しみと復讐なの？私はライトニングを助けに行く。大切な仲間を守りたいから。俺は大丈夫？ティナ、すまない、少し手こずっている。クラウドに途中で会ったんだけど、探してる人がいるとか言って。気にするな、あいつは放っておけ。それより来るぞ。クラウド、来てくれたの？銀髪の剣士を追ってたんじゃないのか？もっと大事なことを思い出したんだ。ティナ、すまなかった。俺はまた同じ過ちを繰り返すところだった。誓ったんだ。もう大切なものを失わないと。だから。それは私たちもお前の大切なものに含まれるということか。ああ、大切じゃないものなんかない。クラウドの探している銀髪の男って、グリモワルに固定されていない不安定なアンチセイバーみたいなのです。安全地帯セイバー？アンチなのです。世界を救うのではなく、むしろ世界に混乱を呼ぶ存在なのです。そんなセイバーがいるの？いつか、いつか、じゃなかった。意外おせっかいだな。戻ってきてくれてありがとう。あの男を探すのを諦めたわけじゃない。でも復讐より大切な生き方を思い出したからな。さあ戻るぞ、大切な仲間たちのもとへ。Thank you.
する？どうかしたのか、キッセス。あ、ちょっと忙しくて、ガーデンの調査が進んでないなって。まあ、今は仕方ないだろう。しかし、シードの拠点をここに置いてから、随分経ったな。ええ、飛空艇のテスト飛行でここを見つけたときは、驚いたわね。ミラージュたちもいたしな。だが、このガーデンで手に入る技術や魔法は、下の世界では決して得られないものばかりだ。飛空艇の新エンジン、このガンブレード、ドローの技術。でも、シンラに渡して、その後手がつけられなくなった機械たちは、今考えると、マシンと関係があったってことじゃない？もう少し調べてから技術共有するべきだったわね。ん？このガーデンがマシンと関係あるかもしれないと、そう考えているのか？なるほど。ランやレンを自由にさせないのも、それが理由か。あいつらは自分が信用されてないと思ってるぞ。しょうがないじゃない。もし本当にマシンと関係があるなら。この子は大丈夫じゃないかな。エイコ？今、この子って言ったの？あなた何かわかるの？なんとなくなんだけど、このガーデンは、ビッグブリッジと同じ感じがするの。じゃあ、うん、ガーデンそのものがミラージュなんじゃないかな。でも少し意識に触れてみても何も反応してくれないから、ビッグブリッジよりもっともっとずっと深い眠りについてるみたい。少しだけ起こしてみる？あ、大丈夫なの？悪い子じゃないと思うんだけど、もし何かあったら。分かった。何かあったら俺らが対処する。そうね。よろしくね。ねえ、ほんの少しだけ目覚めて。あなたの名前は？エデン。エデン・オブ・バラム。エデン。あ、やっぱりここはマシンと関係が。違う。目覚めはもう一つの世界とつながってしまう。そう言ってる。この子はそのもう一つの世界とつながる穴を塞ぐために普段から深い眠りについてるんだ。何にしてもこいつらを追い返すぞ。繋がるだけでマシンが現れちゃう場所があるの？詳しいことはわからないのですが、近しい世界がマシンに侵略されてるのかもです。ちょっと怖いのです。Thank you.
追ってことないって。実力通り。クラウド、また来ていたのか。ああ、ここの資料は興味深い。あの男の手がかりもありそうだ。あの男？お、クラウドもオールとはちょうどいい。面白い本を見つけたんだが、ちょっと協力してくれんか。はあ？オペラ？興味ないな。私もだ。待て待て、チミチミ。セビス、チミがこの間言っておったろう。先日のヴァンパイア騒動以来、町の連中の心が沈んでおるようだと。確かに言いましたが、それと何の関係が。心がどんよりしていては楽しく本も読めんだろう。指導、悪いが意味がわからない。ん、違ったか。ああ、あれだ。心が沈んでいては攻めてくるマシンにも対抗できん。まあ、それはその通りですが。そこでこのオペラで町を盛り上げるのだ。まさかそのオペラに。うん、この影のある主人公と美しいヒロインは二人にぴったりだろう。わしも若い頃この物語には夢中になったしな。な、何を勝手に。私がそんな恥ずかしいことできるか。悪いが、俺も断らせてもらう。まあそういうな。町の連中にはすでに宣伝しておいたわ。あとは二人がやるだけだ。もう町に宣伝したがって。じゃ頼んだぞ。あ、ちょっと。いや、俺は本当にやらないぞ。この声、セリスはもしかしてやる気なのか。愛しの。ん？なんだ貴様、ミラージュか。どうした、セリス。クラウドか。急に天井からこいつが。気をつけろ。ムヒョー、ここは静かでええとこやけん、ついの住処にしようと目つけてた場所なんや。そしたら騒がしい声がするから、誰や思って降りてきたら、なんや、えらいべっぴんさんやないか。グヘグヘヘ。お前、連邦のミラージュか。ゲヘヘヘ、そんなん知らんけど、わいはここに住みたいんや。邪魔するやつらは排除すんで。ああ、お嬢ちゃんは嫁にしてもええで。ここは神聖なる古代図書エリア。お前が好きにしていい場所ではない。そないに大切な場所なら、わいが誰も近づけんようにしてるわ。とりあえず本に隅でも入ったろか。ここの資料が汚されるのは俺も困る。悪いが遠慮なく叩き切らせてもらおう。私もそう思っていたところだ。またお前か。あ、わい、ただの通りすがりですね。ほんじゃ。え、そうなのか。じゃあ。いやいや、ここ通りかからないでしょ。え、あ、行くぜ。
トルだったな。ぐせっかくいい家が見つかったと思ったのに。なんとか本は無事みたいだな。助かったよクラウド。これも調査のついでだ。ところでセリス、それはオペラの。ん？ああ、本が奴の墨で。これじゃあオペラはできそうにないな。いや、せめて最後の歌の部分だけでも。いや、そこだけあっても仕方ないだろう。オペラは諦めて違う方法で街を活気づければいいんじゃないか。ああ、そうだな。セリスの歌も悪くなかったかな。さて、俺は他の資料も調べさせてもらう。なるほど。私は主役になり損ねたということだな。どの？用済みのゴーレムは排除する。黒魔兵たちが急に止まっちゃったってどういうことなの？朝まで一緒に訓練してたのに。訓練場に僕たちを排除するミラージが現れたって？もしかしてとうとう。ねえ、前に話したことあるよね。僕たちがこの世界にいるのはなんでだろうって。僕たちの記憶があるのはあの二人、レーンとランに出会った瞬間から。きっと
僕たちはあの二人に会うためにこの世界に来て、目的を果たしたら消される運命だったのかもしれない。みんな、うん、そうだね。今の僕たちはもう昔とは違う。僕たちでそいつを追い返そう。用済みのゴーレムは排除する。君がクロマ兵を狙うミラージュ、どうしてなの？もうやめてよ。お前たち道具は用が済んだら排除するのだ。やっぱり話し合いは無理みたいだね。みんな行くよ。ビビは道具なんかじゃないって、私たちからもゴーレムにガツンと言うわよ。ああ、ビビも仲間だからな。私たちのこと道具って言ってたけど、でも僕たちは自分の意志であいつをやっつけたんだ。だから道具なんかじゃない。そうだよね。エドガーがあの時言った言葉、やっと分かった気がする。僕たちはこの世界で生きるためにここにいるって。成長したな、ビビ。よし、みんな戻ろう。今の僕たちにはフィガロを守るっていう大事な使命があるんだから。この世界で生きるためにここにいる。うん。
侵略されると町そのものがマシンに侵食されるのです。ミラージュもいる、気をつけて。気をつけていきましょう。
なぜ。魂のクリスタルはどれくらい抽出できたのだ？全人口の4割弱といったところかの。まさかクリエイターってそんな。これが連邦のシステムの正体です。うさんくさいとは思ってたけど、こんな騙され方って。クリエイターが良き世界を作る。その通り、バハムート軍にとっての良き世界を作ります。一生平和で争いもなく暮らせるし、食べるものにも困らない。ええ、彼らの魂はクリスタルにされ、バハムート王の居城にて平和で争いもなく食べるものにも困らないでしょう。仕事もただ自らエネルギーとなるだけなので、のんびりと生きているというわけですね。だから嘘はついてないって。ふざけんなよ。そうなのです。こんなの許せないのです。シェルクはこれを知っていたの？私は一度ここに入れられたんです。マジかよ。最初は連邦を信じてクリエイターになりました。そしてここに入り、魂をクリスタルにされる寸前。ただ本当に偶然、事故でシステムが止まり、逃げることができたんです。そして魂を傷つけられた私を保護してくれたのがシンラでした。それで私たちはこの事実を知り、連邦に対抗する活動を開始したのよ。でもこの騒ぎが起きるまではここカテドラルに侵入は果たせなかったわ。そして分かったの、ここが奴らの居城への入り口だって。ここが？もしかして鎖？あの鎖はクリスタルを運ぶ道？そうです。ここで抽出された魂のクリスタルは鎖を通じて居城に運ばれています。でもどうやってその鎖の中を通るのですか？人はオービトだけ、オービトだけが入ることができるらしいわ。アウィンさんから聞きました。彼女はこの道に入り居城に向かったのです。姉さんが？オービトでもあるバハムート軍専用の道、ミラージュを使うオービトのみが鎖の道を歩めるって。だからなら行くしかないだろう。うん、だろ姉ちゃん。俺たちしか入れないってならもう絶対行くしかねえって。そうだね。よっしゃ、連中ぶっ潰してこの世界をサクッと救っちまおうぜ。そうすりゃ引き金を引いたかもしれない分はチャラになるかもしれないしな。力が足りないと思ったらもっとミラージュを集めるといいと思うのです。ええ、まだ世界は混乱しています。あなたたちの協力を待ってる人はまだまだいると思います。向こうはあのバハムート軍の本拠地よ。行くときは相応の覚悟で行きなさい。Thank you.
なんだか気持ち悪くなってきた。ミラージュも強いので気をつけるのですよ。逆に強いミラージュを手に入れるチャンスでしょ、ラン。アートマよ。なんだこれ。ちょ、ラン、助けてよ、ラン。お、姉ちゃん消えた。ちょっと、どうするのです。いや、どうするのです。あれ、普通に呼ばれたのです。ああ、弾まで消えたのです。ちょ、マジ、どうする、どうする、俺、なのです。しばらく、なんで二人とも消えたの、どこ行ったの、ねえ、どこ、こっち、あ、どこにいるのです。なんだ、普通の仕掛けなんじゃん。今までだって似たのはあったよな。はいはい、動揺隠すのは終わり。これ使ってけば上まで時間かけずに行けそうなのは分かったけど、今後見知らぬ仕掛けは私に聞く前には触らない。いいわね。はーい。だから押すな。
ごめん、姉ちゃん。どうしたの？すごく遠そうで、もう心くじけそう。くじけるの早すぎなのです。アウィン姉さんも登ってるんだから大丈夫でしょう、多分。もう少し聞いていい？エナクロ様の世界に憎悪を振りまく最悪みたいな連中なのです。災難とかか。つまり最悪な連中ってことだな。まあ間違ってはないんだろうけど。Wow.
よかった。実力通り。前回みたいにガンッとやっつけてやるって。あのブレンディレスとかいうやつ絶対本気じゃなかったよね。俺だって本気じゃなかったし。さすがラン、頼りになるのです。ほんとさすがラン。まあな。連中がいっぱい？マジで？そうなのです。中でも特に謎数字を持つ連中はとてもとてもとてとて凶悪なのです。名前があるやつ、たった一人で滅ぼされた世界も数多いのです。その世界にセイバーたちは？もちろんいたのですが、いなければとっくに3000大戦世界全てが滅ぼされていると思うのです。
ってもしかしてあいつら3人とも名前あるんじゃね？そうなのです。あいつらは名前を呼び合ってたのです。そもそもナーリが3人も一緒にいるのは初めて見たのです。大丈夫、私たちだって一人じゃないし、たくさんのミラージュも一緒だよ。だな。よし、やってやるぜ。
城。エクスナイン城。ゾワワッとする静けさだな。不気味すぎるのです。Yeah.